での獅子踊りでございました。ありがとうございました。さて、続きまして午前の部最後となりますが、最後は生姜旗芸能振興会の皆さんに登場していただきます。盛岡の北東に位置する生姜旗は潮の道といわれる岩泉地方につながる野田街道の盛岡の出入り口にあって、古くから牛方や馬方たちが牛や馬とともに泊まる牛馬宿がたくさんありまして栄えた宿場町でございます。三三踊りの発祥の地三石神社にも近く、江戸時代末期には三三踊りが踊られていたようでございます。戦後も今度13日から16日までの行事を、行いました。傘揃えや墓参りの13日から16日までですね、そういったもの、そして市内の壁付けを終わって20日には傘越しという打ち上げ終了の儀式を行うという、まさに決められた流れでずっと伝承が続けられております。この生姜旗三三踊りには獅子舞のほか、竹の子舞、生姜旗人狼踊りなど演目が17種類もありますが、今日この舞台ではそのうち13種目を踊ります。それでは生姜旗芸能振興会の皆さんに踊っていただきます。生姜旗三三踊りです。どうぞ。
Oh,
Thank you.
くお断り申し上げております。おめでとうお待ちの方は。